こんにちは、ブリオです。前回ニンニクオイルを作ったんですけれども、その余ったニンニクオイルを使ってこちらマッシュルームのアヒージョを作ります。すごい簡単でも、ニンニクオイルができてるから、マッシュルームとかね、イカとか、まあ、キノコ類なら何でもいいかなと思いますね。皆さんもよくね、アヒージョを食べたことあると思うんですけれども、まず今日マッシュルームなんですが、マッシュルームってこうやって買ってくると砂がついてんですよ。こうやって、これはキノコ類は全部なんですけど、水で洗ったりはしないです。もうそこから傷んでいくし、水をもう吸ってしまってべちゃべちゃになって美味しくなくなっちゃうので、こういう風にですね、濡れたティッシュを持ってもらって、こうやって周りを拭いてあげる。マッシュルームを拭くだけ。椎茸とかもね、取った方がいいですよ。美味しそう。油でアヒージョって加熱するわけなんですけども、小さくなるので、加熱されるとあまりですね、もともと小さいとほんとこんなになっちゃうんで、少し大きめに切った方がいいと思います。で、これアヒージョの油になるわけなんですけども、こんなにいっぱいはね、さすがにね、いらないこんないっぱいはいらないから、このレードルがですね、1杯 70cc 分になるんですけど、 70cc あれば十分かなとは思いますんで、他の分ちょっと取っちゃいますね。このオイルはね、パスタの時だって使えるし、何の時でも使えます。こんなもんかな、ちょっとかな。はい、じゃあこのぐらい、アヒージョの油。そしたら火をつけます。火つけてもらって、好みの唐辛子を置いてください。これは半分に割って中の種を取ったやつです。これ入れます。もう冷たい状態から入れていきますね。はい、そしたらここにもう塩をして味を決めていきます。はい、そしたらもう入れます。早い早い。あとはね、いいところでひっくり返して加熱されれば、それで完成。本当？あんまね、こういう風にね、バチバチ音がしてるのは火が強いので、シュワシュワ言ってるぐらいの温度にしてください。アヒージョにはやっぱパンでしょう。2分ぐらいしたらひっくり返します。また2分ぐらい経ちました。OK、 そしたら火止めます。入れます。わー、おいしそう。で、パセリをちょっとかけます。完成です。できた。それではいただきます。すごい。ニンニクの味バッチリ。おいしい。これはニンニク臭くなるけど、おいしい。止まらなくなるね。
たったこれだけの料理なのにこんなに美味しいってすごいと思う。キノコなら何でもいいと思います。エリンギ、椎茸、しめじはちょっと食べにくいけど大きいやつだね、もう余った油はもうニンニクオイルってことなので、それでパスタで作ったり、なんかニンニク風味の炒め物をするときはそれを使ってください。ニンニクチップもできちゃうし、アヒージョもできちゃうし、炒める時のニンニクオイルもできちゃうし、こんないいことないですね。いっぱいいっぱい得。今日本当にありがとうございました。だんだん寒くなってきましたけれども、お家で美味しいご飯作ってたくさん召し上がってください。